はい、皆さん、こんにちは。見通しずわり3分テクニカル分析動画の時間です。この番組は私、チームハロンズ黒川が、主要塚ペアのテクニカル分析を3分で分かりやすく解説する番組となっております。市場参加者の皆様のお取引のお役に立てればと思います。それでは始めていきます。今回はオーストラリアドル円になります。まずは日足からです。 はい、こちらボリンジャーバンド、ストーキーアステティックスですね、まあ、トレンドの方向性を示す赤い点線21日、移動平均線上昇傾向を示しております。こちらですすねでローソク足はと言いますとこの シグマラインと2シグマラインの間を推移しておりますので、まあ、上昇トレンドが継続中ということでございます。はい、そんな中、教えただけストーキャスティックスですね、変わりすぎな判断基準であります80%ラインよりも上で、まあ、あの推移をしておりまして、なおかつデッドコロス、売りシグナルが点灯しておりますでですね、パーセント T、パーセントスローリー2つのラインですね、こちら、鋭角に下落をしておりますので、かなり強い売りシグナルが現在点灯中ということでございます。 はい、本日のサポートレジスタンスですね、まずはサポートライン、はいこ、こちらですね、ボリンジャーバンドのセンターライン21日移動平均線レベルですね、こちらが83円の24レベルということでございます。で、あのレジスタンスラインなんですけども、こちら、ボリンジャーバンドの2シグマラインレベル、84円の79レベルの推移かと、個人的には思っております。はい、続きまして 一問均衡表ですね日足しの一問均衡表でございます短期指標の赤いラインの転換線上昇中中小規模の青いラインの基準線も上昇中ですねで上からロウソク足転換線基準線雲の順番に位置しておりますこちら典型的な上昇トレンドのパターンということでございますはい最後ですねこちらは2時間し短期トレード用の二時間足でございますはいトレードの方向性示す赤い点線21 一位、二十一本移動平均線ですね。こちら、まあ、緩やかな下落基調を示しておりまして、ローソク足と言いますと、こちらですね。この通しマイナス・シグマラインに絡みながらも、切り下がっている状態。かなり下落トレンドが進行中ということでございます。はい、こちらですね。そんな中、オシレーター系のストキャスティックス。裏切りすぎな判断基準であります20。二十パーセントラインよりも下では推移しておりますが、まあ、新たに。 売りシグナルが点灯しておりますので、ですね。まあ、ちょっとこのままいくと、売りが加速する可能性が十分考えられるかな、ということでございます。はいはい、本日の予想レンジ、八十円の二・四から八十四円の七・四です。テクニカル分析のまとめです。 はい、東ボリンジャーバンド一問均衡表は上昇トレンドが継続中と、ストーキャスティックス売りシグナル点灯中、2時間足は下落トレンドが進行中、ストーキャスティックスは新たな売りシグナルが点灯しております本日は以上となります。